両チームのサポーターともに待ちに待ったという思いを込めてか大きくタオルマフラーを回しながら選手の入場を待ちました。トラテップマイナスっこに鈴木武蔵こぼれてシュートが来た。荒野決めました。1点返した北海道コンサドーレ札幌。いよいよ J1 も再開の時を迎えました。4ヶ月の中断を乗り越えてのリスタート、一人一人のさまざまな思いが詰まった90分です。チャナティップまだキープ、折り返す鈴木武蔵、もう一度シュート、先制コンサドーレ札幌。 J リーグ今シーズン最後のホーム開幕戦です。この札幌ドームにも5000人を上限としてサポーターの皆さんが入っています。中に切り込む、縦に送る、シュート、シュート、シュート、トマイ抜けてくる、かわせると荒野、荒野がヒールで落とす、シュート決まった。3対1、ホームの北海道コンサドーレ札幌が横浜 F マリノスを下して再開後6試合負けなし。からのボール、ヘディング決まりました。ラストです。ルーカス対杉岡、ルーカスが中に切り込んで左は通らない。今日はルーカスからのあのボールがなかなか通りません。まだあります。中入れて小前のシュート、1対0、鹿島相手に J 初のシーズン2勝、ダブル達成しました。さあ、ドーグラス・オリベイラが左、そこを使う、ドーグラス・オリベイラから荒野だ。赤黒の情熱が上昇フロンターレを止めました。
With all that I have, I do. And I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in. No turning back. And every day, every moment, and every breath you take. I choose you.